皆様こんにちは。今回はロレアルパリのコスメでフルメイクをしてみました。リップが新しく出るもので、こちらリュクスレザーコレクションというシリーズのリップになります。こちらはマットとサテンの全6色展開で、今トレンドのブラウンリップになります。このフルメイクの最後に6色全色すべてスウォッチしているので、気になる方はぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。今はスキンケアが終わって保湿クリームを塗った状態で、下地はその保湿クリームになります。で、ファンデーションはこちらロレアルパリインファリブルステイフレッシュファンデーションの200番を使っております。このファンデーションはカバー力もあるんですけど、質感っていうかこの液がすごくね、水っぽいとまではいかないんですけど、でもこっくりしたクリームっていうわけではないので、つけ心地がとっても軽くって、1日つけててもこの肌が疲れないというか、乗せてるっていう感じがないのですごく好きだし、香りもね、フローラル系の香りがついててとってもいい香りがします。なのでつけててテンションが上がるファンデーションです。こんな感じで塗ったら、もう少しカバーしたいところを重ねて塗っていきます。はい、こんな感じでのせたら、次に眉毛を描いていきます。眉毛はこちらのロレアルパリブローアーティストデザイナープロの01番を使っていきます。こちらはこのペンシルとパウダー、あとはブラシが一つになったもので、これ一つで完璧な眉毛が仕上がるアイブロウになります。では描いていきます。こんな感じでペンシルで縁取ったら、パウダーで間を埋めていきます。ブラシでぼかしていきます。はい、こんな感じです。このペンシルの方が力入れなくてもスルスル描けるので、とっても描きやすいペンシルになります。そしたらアイメイクに移ります。アイシャドウはこちらのロレアルパリカラーリッシュラパレットヌードの02番。こんな感じでマットとシマーのカラーが入ってて、すごくね、使いやすいベーシックなカラーのパレットになります。で、まずはこの一番明るいカラーをまぶた全体にのせていきます。このマットなベージュカラーをクリースに入れていきます。このパレットもすごく発色がいいし、この飛びも そんなにないので、まぶたにぴったりくっついてくれる感じがあります。はい、こんな感じで上下その色を入れたら、次はちょっとダークめなシマ入りのベージュをこの大幅の内側にのせていきます。次はこのマットなカラーで目元を引き締めていきます。こんな感じで引き締めたら、眉下のハイライトを、このカラーを眉下のハイライトとして使っていきます。すごくラメが綺麗なので、ツヤツヤにこう見せてくれるので、立体感があるように見えます。はい、アイシャドウはこんな感じです。そしたらアイライナーを引いていきます。のロレアルパリスーパーライナージェルマティックペンの01番ブラックアイコニックっていう黒のアイライナーでラインを引いていきます。
でビューラーしました。そしたら同じペンシルでインラインを引きます。そしたら同じペンシルの02番ディープブラウンを使って下まぶたのインライン引いていきます。感じで引けたら次はマスカラを塗ります。こちらのロレアルパリフォクシールコルセットマスカラの01番ブラックを使っていきます。ブラシはこんな感じの細めのブラシになってます。で繊維が少しだけ入ってます。はい、こんな感じです。このマスカラはカールキープっていうよりもロングにこうセパレートしてくれる感じなので下まつげにすごくいいマスカラです。そしたらチークをつけます。ロレアルパリルーセントマジッククッションブラシの P2 番を使います。これはオレンジも持ってるんですけど、とってもねみずみずしくってナチュラルなツヤが出てくれるものでとっても好きです。こんな感じのクッションチークですね。少しだけ内側にポンポンポンと乗せて少し血色感を与えるぐらいにします。そう、本当にね発色もいいしツヤ感も可愛いし、私はこのコスメとってもすごくみずみずしいのでじゅわっと本当に内側から発色してるかのようなチークに見せてくれるのでとっても好きなチークです。でとりあえずフルメイクはこんな感じで完成です。で最後に冒頭でも話したんですけれども、リップがリュクスレザーというシリーズのリップになるんですけれども、こちらを全色スウォッチしていきたいと思います。はい、このリップはこんな感じでめちゃくちゃ可愛いレザーのパッケージのリップになります。でブラウン系のリップになるんですけど、マットが3色、ツヤが3色の展開になります。はい、ではまずマットのものからちょっとスウォッチしていきたいと思います。ではまずこちらの291番のカラーです。こんな感じのもうザ・ブラウンっていう感じの色味です。では実際に唇に塗っていきます。こんな感じです。もうめっちゃ可愛い。はい、赤みのあるブラウンっていう感じのリップですね。はい、でマットではあるんですけど保湿力もしっかりあってそこまでもうパキッと乾いてるっていう感じのマットではないのですごくね使いやすいカラーです。はい、291番。では次はこちらの292番、こちらもマットのカラーになるんですけど、今つけてるのとは違ってもう少し優しい発色のブラウンベージュ系のカラー。ではこっち唇にのせてみます。はい、こんな感じです。可愛いですよね。ブラウンベージュ系のカラーですごくね使いやすいブラウンカラーだと思います。でスルスル塗れて発色もすごくいいのでこれもとっても可愛い。でマットはこれが最後なんですけど294番のブラウンがかったカラーに、もっと赤みの強いカラーになります。では口紅に塗ってみます。はい、こんな感じです。あー、かわいい。これもですねパッと見赤っぽいしつけても赤っぽいんですけどちょっとブラウンがかってる感じなので赤は赤でもしっかり秋らしい赤になってます。うん、私この色大好き。赤リップは結構ねちょっと黄みがかった赤リップが大好きなのでかわいい。はい、こんな感じのカラーです。でここまでがマットリップになります。でここからはツヤの方に移りたいと思います。まず最初はこちら640番のもう黄色っていう感じですね。ちょっと黄色がかったブラウン
です。これも唇にのせてみたいと思います。はい、こんな感じの本当に黄みがかった黄みが強いブラウンですね。もうブラウンというよりもむしろ黄色、黄色系のカラーなので、これはまあ1本で塗るのもいいと思うんですけど、重ね塗りとかしてもすごい良さそう。ツヤがすごく綺麗で、で保湿されてる感じがあるので、冬場乾燥しちゃうなって方はこういうのをね重ねてあげて、ちょっとニュアンスを変えるっていうのでも良さそうです。で次はこちらの641番のカラーなんですけど、これはこんな感じのオレンジレッドみたいな感じの見た目です。塗ってみました。これもめっちゃ可愛くないですか。可愛い、すごくおしゃれなカラーですね、うん、ただのオレンジじゃないし、ブラウンじゃないし、レッドじゃないしみたいな、それが一気に一つになった感じのカラーなので、すごいおしゃれな顔に見えます。でこれもさっきのと同様、ツヤがとっても綺麗、かわいい、スルスル塗れて発色もとってもいいです。最後こちら642番のカラーです。これはかなり落ち着いたブラウンっていう感じの色です。では塗ってみたいと思います。はい、こんな感じです。これもすごいおしゃれな顔になれますね。かわいい、この色も結構ダークめな感じなので、すごいね顔のトーンが落ち着いて見えます。これは結構女子会とかにつけていきたい感じですね。かわいい、この色もすごくかわいい。はい、で以上が、で中でも私が一番気に入ったのがマットの291番かな。はい、こんな感じのカラーです。でも決められない、294番もかわいいし、そう決められないけど、僅差でこれが一番好きかなっていう感じですね。他のリップ全色かわいい。で裏にしっかり番号と、あと色味もシールで表示してくれてるので、すごくわかりやすいです。はい、こんな感じでリップの全色スウォッチをしました。もうとっても可愛いし、今のトレンドにぴったりなので、ブラウンリップをお探しの方に本当におすすめなリップたちです。はい、こんな感じで今回はロレアルパリのコスメでフルメイクしたのと、新作のリップの全色スウォッチをしてみました。ロレアルパリのコスメはいいものが本当に多くて、特にリップは普段から愛用しているくらい大好きなので、今回の新作リップもめちゃくちゃ良かったです。もうね、色もそうなんですけど、質感もとっても可愛いので、気になる方はぜひチェックしていただけたらなと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。